皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、10月17日、14時10分、秋篠宮佳子様や皇室の人たちや国会議員の人たちだけじゃなくて、国連の人たちもそうですし、スポーツ界の人たちもそうですし、法律業界の人たちもそうなんですけども、9月2日、秋篠宮佳子様と遭遇しました。で、佳子様ですかと聞いて、その前に確かに声が違うっていうことは言いました。言いましたけども、はい、違いますっていう返答してきたんですよ。秋篠宮佳子様ですかっていうことを聞いて。で、だから警察官と組んでそういうふうな行動をしているのかどうかっていうところと、あと、その場合だと、公務も結局、まがいものの公務になるんですよ。障害者がどうこうっていう人たちのところへ行って、何か公務としてお金を稼ぎをしてますけども、税金から。だけども、それもともと僕から精子の生産されなくなる薬を飲まされた人たちが、そこから、結婚した後、非刑事の人が生まれてきてる確率はどれぐらいかと。それ聞きに行ってほしいって言ってるんですよ。けども9月2日に僕はそれ聞いて、何かね、書類化したものを渡してくれたりするんだったら分かりますよ。ちゃんと名前サインして、ちゃんと調べてきましたと。で、教えてくれないんだったら、これも形としてどうなってるかって言ったら、もともと政府は行ってるでしょ？第二次世界大戦とかがあって。で、強制収容所があって、都合の悪いことを言い始めたら、強制入院させて隠蔽させてしまえと。水面下で高島彩ルート宛てに世間に公表しないで行っていたが、多分そうなってたと思うんですよ。春山整骨院を建てて。で、だから、秋篠宮佳子様、佳子ちゃんは僕にあの時に絶対しなければならなかったことは、淡井さんですかと尋ねて、お互い身分証明書の確認でもいいです。で、精神を生産されなくなる薬の、その被害者の割合だとか、で、医療業界と政府上層部は、結託しましたと。でもこれ選挙近いですから、これ一般人の人たちにも向けて言っておきますけども、維新の会もうダメです。兵庫区だったと思う、兵庫区じゃない、兵庫県で、安倍圭司っていう人間を擁立してきましたと。医者です。これで本当に当選されるかどうかっていうところも皆さん見なきゃならないんですけども、だから精神病院ね、医者。で、それはもともと警察官していた人間とか医者になったりだとか、もう同じです、警察官したい。僕の勤務先とか一緒に働きに来て賃金の不払いとかしますから、長時間労働させたりとかして。一月、370時間超え、それは半年。タイムカード早く押しといての話とかもあったから、もうすさまじい隠蔽ですね。で、秀和株式会社の人たちにはショックかもしれませんけど、僕もそれ、そう聞いたから言ってきていた方なんですけども、灯油の巡回販売の仕事も、もうその秀和株式会社が最初っていうことになってますけども、本当は東京かもしれないです。東京の方で灯油の巡回販売をしてる仕事はもうだいぶ前に確認しました。もう 今時ももう灯油の巡回販売なんかもう流行んないんですけども。で、秀和株式会社のその社長の矢野秀和さんも有馬警察署で僕の家のすぐ近くのところなんですけども、警察官の制服を着ていて、僕は矢野秀和さんを思い出したときに、君の思ってる人じゃないからってこう、笑いながら言ってるんですよ。だから自分たちが今までしてきたことについて、しっかりと悪いことをしてきたっていう自覚がない人間なんですよね、結局のところ。だからその第二次世界大戦があって、強制収容所があって、その延長線上が精神病院であって、その隠蔽体制っていうものがずっと続いている、本当の人口も発表する気がない、一部の人間にだけ言う、で言ったことにした、会うっていう言葉についてあって、だから先ほどの会話の内容しかしないんですよ。な、言葉のワードと、だから議員とかのごまかし方と同じ。しっかりとした説明、聞かれた時にしっかりと説明しなかった場合、
そういう変な、あと、なんか佐賀県のスポーツ関係の方を見に行って、で、あれ以前の公務か何か知りませんけども、なんか、障害者の人たちが太鼓を叩いてるだとか、なんだとか、それ、大野の方で養護学校があって、まあ、身体障害者の人たちが通うところですけども、そこから太鼓の音が聞こえてきていたことがあるんですよ。でどっか他府県に行ったふりしてこの辺来て、で僕のこと調査してずっと逃げ回ってません。本当の話から、無理ですよ。だから皇族の役目っていうのは日本でその正しい社会を行うために天皇家の、王政制度を擁立したんですよね。それとも自分たちの一族のためだけだったのか、ただただひたすら都合の悪いことは隠蔽するためだけだったのか、この二択しかもうないんですよ。世界中どこの国も同じ歴史をたどってきてますから。だから GHQ に皇室解体言われてるのであって、でアメリカもどちらかというとどこからどこまで本音かどうかわからないし、どこからどこまで本当の話か建前なのかわかんないですよ。だって第1代目のアメリカ合衆国の大統領のリンカーンさんは奴隷解放側だったんですけども、メキシコの領土をずっと侵略していって今の合衆国を作ってますから、同じじゃないって。でしょ。だからまあ、戦争こそはしてないにしても、してること の, あのひどさっていうのが大きすぎます。でなぜ総理とか大臣の給与が例えば半額になるだとか、例えば僕は生活保護を長年してますけども、もう同じ年数生活保護者として、頑張りますだとか、責任の持ち方って結局そうじゃないですか。まあ、もう捕まえたところで精神病院とかそういうふうな話とかだったら、そこの先に警察官を経験した人間が精神病院の、医者をしていて、でもうさ先立って秀和株式会社で名乗っていて課長として、で、本名永田らしいですよ、らしいとしか言えないです。裁判所でよっぽどのことがあったら名前が変えれるっていう例があったらしいですから、その名前を変えれること自体がおかしいんですよ。それ隠蔽にしかならないわけじゃないですか。小学校の頃の法律側のまとも側の人たちの話を思い出した時に、名前を変えてる人間は絶対悪いことをしてる人間だと、隠蔽側だと、悪いことしなかったら名前変える必要ないでしょって。だもうこの話とワンセットでいくと、秋篠宮佳子様ですかって聞いた時に、はい違いますだったら本名までは違うんですかっていう話になってくるんですよ。であと淡井圭介にその精神が生産されなくなる薬に関して調査しに行ったわけではない、ただ太鼓の演奏を見に行ったっていうことになってしまうんですよ。本当のことを僕に教えてくれてないから。いろんなところ飛び回って、いろんなところの家に潜んで、文人様は石川県能登半島の地震の映像で、僕は2024年に放送されていますって言ってるんですよ、今年の放送でね。で文人様は会うって言ってるんですよ。で去年見た時にもし2023、それだったら2023年何月何日放送されています淡井圭介ですで会うって言ってるんだったら、去年皇居行った時に絶対会っておかなきゃならない。それするからテレビがフェイクニュースばっかりになってしまったんじゃないんですか。だからいつまでたっても守らないから。だからテレビに出て言ったことはもう何でもいいんだって、何でも許されてしまうんだみたいな形になってしまってるんじゃないですか。だからもうテレビ出てる連中は開き直ってるんじゃないですか。嘘言いながら金稼ぎできてるから、報道関係者が。昔の事件とかばっかりですよ、交通事故とかも。でやたらとスポーツコーナーの時間帯増やすでしょ。でやっとまあ、インターネットの、YouTube で発見できたのが、まあ、無料で閲覧。まあ、オリンピックの候補地が、見当たらないっていう話になるんですけども、今のところ立候補地どこもないと。
もうそれでいいんです。もう手を挙げてきたところ、真っ先に逮捕、そこの政府とか、国連として、インターポール。で、あとはアメリカの人に、この間、秋篠宮佳子さまへのメッセージのところで、アメリカの方たちに、日本はお客さん入れませんでしたよ、オリンピックの時にって、金稼ぎさせちゃダメですから。当たり前でしょ？ NA の残存の問題とかあるんですから。もうそれだったら第一次世界大戦も第二次世界大戦も全ての正当性がなくなってしまうんですよ。例えばイギリスが日本に海軍力を縮小してくれと、でそれはエネルギーを無駄遣いしてしまうからだとか、そういうことだったら分かるんですけども、オリンピックに参加するんだったら分かってくれてないじゃないっていうことになるんですよ。サッカーそんなにチーム作るんだったらって、本当の人口すら発表してないでしょ。ロシアじゃないですか、一番分かってくれてるの、僕からのメッセージで。グレテスさんに言ってもらいましたよ、ロシアの方に。オリンピック参加するのやめといた方がいいですって。極寒の地ですから。死にますよ。ガスとか、石油とか採掘できなかった。もう1万5000メートルもそこまで掘ってるんですよ。で、最近の動画、昨日、公開してますけども、多分輸入、日本はサウジアラビアとかから輸入してるんじゃなくて、公海、公の海で採掘してるものを他国から輸入したことにしてたんだと思います。それで地震が発生してると考えた方が自然です。公海、公の海に関しては、その自分の国の領域じゃないですから、世界中の国の共同のものなんですよ。だからそこで採掘して、まあ、だから東日本大震災の大津波とか整合性を考えるとそうなってくるんですよ。だそういうふうな本当の話、政治家の人たちも本当の人口の話もそういう話を表立って公表しなきゃならないですし、で、それをテレビでですよ。官報なんかダメですよ。お金取るから。もう NHK 料金みんな払ってきたんですから。むしろみんな金返してくれですよ。こんな世の中。あとはその精神を生産されなくなる薬、飲まされた人たち。郵政方法の今までの最高裁の判決と同じ。賠償金。医療業界の人間に払わせたい。で、まあ、アメリカの方たちへの、オリンピックを。分かりやすく多くの人の賛同を得て中止できる方法はあります。オリンピックにかかる費用があるじゃないですか。それを低所得者の人たちとか、まあ、生活保護の人たちに分配すると、それで理解してもらいます。一時的に中間所得者層になったりしてる人たちがある程度いるだけで、ずっと安定して中間所得者層か高所得者層になれる人はほとんどこの世の中にいないんですから、それだけでほとんどの人間の支持得れます。だから簡単ですよ。だからここで本当の、本当に今まで世界のリーダーって呼ばれていた内容が本当かどうかの真価が問われるんですよ。でこれは、今まで世界、まあ、アメリカとの、日米友好関係などを進めてきた淡井圭介だからこそ言えることであって、黒人初の大統領オバマさんの件もそうですし、でも各スポーツ選手も言ったらいいんじゃないですか。もう生き残る方のことの方が上ですよ絶対。でアメリカのメジャーリーグも、まあ、淡井さん、まああいうふうに言ってることですし、もう僕は言い始めたっていうことを言ってくれたらいいですから、各国から来てる人を自分の国に帰ってもらって、だから大谷翔平とか佐々木朗希がアメリカへ行くとかわけわかんないこと言ってるんですけども、それするからエネルギーの消費が拡大が始まるからダメよって言ってるので、ちゃんとロッテから東北楽天に行ったらいい。で大谷翔平選手ももともと東北の出身なんでしょう。なんか高校生はない、テレビ見ておかしくなったのが、もう他の都道府県行く話、もうまあ県境にいたらしょうがないとしてですよ。
まあ、都道府県境の人が近隣の高校、自分の近くにいなくて、隣の県とかの方が近いからとか、それで行くんだと分かるんですけども、第二次世界大戦の後の優勝回数を揃える話とか、大谷翔平選手が楽天に行くだけで、だいぶ違うわけじゃないですか。もともと、これもスポーツ業界へのメッセージのところ、皇室の人たちとか国会議員の人たちとかちゃんと見てもらって調査してもらったら分かると思うんですけども、全員地元の、チームに行ってたら、多分優勝回数もだんだん揃ってきてるはずなんですよ。ただ、読売ジャイアンツと同じ優勝回数、今年もセ・リーグで優勝してしまった方ですから、法を破って、皇室の人たちとか国会議員の人たちとかスポーツ界とかとまとめてきた話をないがしろにして、我が物稼ぎに走ってしまった方ですから。だその実態、東京都の実態を、多くの世の人たちが、抜け出さなきゃならないし、これは他国でも起きていることです。だから第三者の国とかは本当は介入した方がいい。っていうのは、助っ人を呼んでこいっていう話じゃないですよ。もう結局、電波の世界ですよ。結局のところね。だって僕を毎日毎日これだけ苦しめてきて、いまだにお金の支払いもない球団の人たちが、自分たちは苦しまなくて済むって。そんな面白い話ないですよ。だから横浜 DeNA さんに関しても、そこのチームを何か、もしかして近隣だったから今は優勝回数が少なかったのか、読売ジャイアンツとかにこう搾取されて、まあ阪神タイガースも昔のね、最下位、5位、最下位、これをツーサイクルでやられてるんですけども、ホンダのツーサイクルなんて、首都東京なんだから、東京のせいに決まってるじゃないですか。議員とか話つけて、ル・マンとかに行ったんですから、イギリスの方へ。全部首都なんですから。もうそれ、巨人が経験しなきゃなんないのに、話逆になってるでしょ。なんでも横領するでしょ。だから、昨日の試合も、全員国連人っていう形で勝てるんですよ。国際連合加盟国ですから。ただもう昨日の試合も、1回の表の、DeNA の選手の打球ですけど、あれホームランでしょ？フェアグラウンド入ってません？だからもうその後僕は試合の鹿島県に取り組んで、結局同じように、まあランナーいましたから、もう多分入っていて2対0です。その後、僕は取り組んで、なんで審判がそんなに買収されてるんです？でも賃金として支払われてたらもうそれ買収ですよ。暴動を起こしたいんですか？暴動起きたら起きたで警察官の仕事が増えるから、警察官していた審判の人一体何人いるんです、本当に。それで僕は怒ったのを付け込んで、それ理由で精神病院入院させていたでしょう。だから佳子さまに関しても、本当、障害者の人たちのところに行ったんだから、ちゃんとした調査、自分たちで聞いた内容、メモしたもの。自分の署名つけて、僕に渡してくださいよ。それ信じる信じないじゃなくて、しなかった方が悪いんですから。しなかった加護ちゃんの方が。こんなもじゃくちゃな。だからドイツの人らと結局考え方同じじゃないって。まあ結局原爆2発落としたアメリカも同じなんですけども。絨毯爆撃と。なぜ河川水門外式ダム発電という良いアイデアがあるのに、誰も協力しないのか、お金を出して。僕は被災地に1万円の寄付金出しましたよ。まあ何回も言いますけども、議員の人たちとかは各自1万円、お金を淡井圭介に貸して、特許通して、設置認めて、まあただしあとは設置するときに、それを行ってくれる業者が現れなかったら、
結局お金は返ってこないっていう形にしておいたらいいんですよ、議員さんの方にも。そうすればあの頑張ってその方向で動くでしょ。生活保護者でも1万円、東日本大震災も、能登半島の地震にも1万円寄付してるんですよ。能登半島の件に関しては証拠出してます、インターネットに。まあ、募金箱でしたからね、東日本大震災の時は、まあ、どちらがいいかっていうと、その子供とかが、東日本大震災の人たちへの、その募金を募っていて、もうそこでその1万円札を投入してっていう、そういうガッツ、本物の気合、だから、あの金稼ぎのための気合なんかどうでもいいんですよ。だから河川水門回収ダム発電とかで大きな利益を上げたときに、僕はしっかりと言ってるのは、その給与の算定表通りのまでのお金の取り分にしておいて、そこから余った分はこちらです、畑耕して、ガソリンを使用しないで畑耕してくれる人、もう農政委員会の方行ったらもうめちゃくちゃなこと言われましたから、その雇用みたいな形で、雇ってもらうような形しかないと。でその形はトラクターとかを運転してそのガソリン消費してですよ、そういう形しか認めないって言われたんですよ。絶対無理ですよ、お金持ってる人じゃなかったら。この国のしてることがもう異常すぎるんですよ。その異常なところを公務員の人間は分かってないんですよ。で誰もこの動画をしっかりと見ようとしないんですよ。再生回数見たらみんなそれで見た、見てくれた頑張る側のその理解を、まず頑張る前にまず理解をしようとする人たちが再生回数見て泣いてしまうんですよ。まあ、だからもう河川水門回収ダム発電に関しても、その10月24日の裁判の件でも、また秋篠宮家の人たちが出てこなかった、出てこなかったっていうことで、あの共同訴訟の件で、出てこなかったっていう話しますし、動画で。それはもう全国民の人とか、世界中の人たちが、それ聞いて、本当に河川水門回収ダム発電始めれるかどうかっていうところを理解してもらって、地震と命よりも、そういうふうなところ協力するっていう道ちゃんとこちら残してるのに、まあそれが助け場になってるはずなのに、一向に協力しようとしない。まあ来月の件に関してもそこでボイコットされたら、もうこちらも打つ手なし。またオリンピック開き始めるんじゃないですか。だからその権力側の、もうもっと金稼ぎしたれっていう連中。嫌な世界にしか出来上がらない、この世の中、本当に。だ今日の朝も無理やり、起こしに来る連中がいました。だ巨人が勝った時に、秋篠宮佳子ちゃん来たらダメですよ。こちら、腹立ちますから。喧嘩を売りに来る方法を使って、で、怒らして、で、精神病院に入院させて、また隠蔽。この間のアキコちゃんがそうだった。やっぱりあの謝罪は、謝罪しない方がいいと思う。世界中の客観的な一般人から見たら絶対答えそうです。で、あの裁判官、会議裁判所のあの裁判官の人、どこの党の人なんです？もともとどこで議員してました？どこの党で？それとも公務員ですか？まちづくり課ですか？何課ですか？もう総務課もあんまり変わらない。お金。動かしてる。一般社団法人に関する法律忘れすぎです。
ということで、まあ、一般人の方への向けての、その河川水門開式断末線とかを期待されている人たちも、今までの動画しっかり見なきゃダメですよ。どんなところで、物事が止まってるかとか分かってないから、で、あともう無理やり朝から起こそうとしないこと。そんなことしても、日本人が日本人に悪さしたから、大谷翔平選手が活躍しちゃダメなんですよ。他の日本人選手も、サッカー選手も、わかりました？本当のルール。法律によるルール。それ守れないんだったら意味ないんです。で、まあ、どちらにしても石油が足りても足らなかったも、これ以上この無駄な消費の、消費が大きすぎるこの世界を続けていくと、日本の近海で、大地震が発生すると。で、南海トラフ地震に関して絶対発生するって政府が言ってるのは、多分石油とかを採掘しています。だからだと思いますよ。まあ、一般的なインターネットとかで、その僕は二十歳ぐらいの頃から27年ぐらい前からその関東一円の地下で、ガスの採掘してるとは言われてますけども、これだけフェイクが多かったら、それが嘘で地方の方で、石油とかガスの採掘させて自分たちは絶対安全なところにいようと。国会もそうでしょ、皇居もそうでしょ。もうそれやめなきゃ無理ですよ、この世の中。何が本当のことなのかみんなわからないから、なぜ天皇陛下は被災地に行かなきゃならないのか、それがわからないわけじゃないですか。で、被災地に行って本当のこと言ってるかどうかなんですよ。それで頭下げてるかどうか。そうじゃなかったらもう話の整合性が合わなさすぎです。世界中でこれだけガソリンの消費が増えて、オーペック加盟国、そういった国だけで石油採掘して、世界中賄えるかって言ったら絶対無理だって誰でも気がつきますよ。いつまで続けるんですか、この嘘社会。まず、秋篠宮佳子ちゃんがしっかりと、反省文と、以前言いました、アグーナリーのところでね。あれ、大物の人たちと集まってたんじゃないですか、この近辺の人たちと。じゃあ、この近辺の人間と、組んで、ハレマ整骨院使って、淡井圭介、に対して嫌がらせをしていたっていうことになるんですよ。警察組んでね。だから、皇室が偉いんじゃなくて、法のもとに、みんながしっかりと動いてるかどうかになるんですよ。だから昨日の横浜 DeNA の試合に関しても、まあ、国連人っていう形で、対応したから、なんとかなってるだけで、その横、読売ジャイアンツの暴挙を止める、もともと天皇陛下が見に行ってる東京都出身である、東京都が戦争したんじゃない。関東軍って言われてるんだから。だから、その淡井圭介と会った時になぜいつも佳子ちゃんに誠意がないのか、書類何回も言いましたよ。メモするものとか持ってこなきゃダメだって。だから天皇陛下とか佳子ちゃんとかの周りにいちいち老人男性とか、まあ、女性もそうだけど老人関係があんなにうようよいる、なぜなんです。もうスポーツ観戦とかでいちいち出てこなくていいから、それで仕事したことにしてお金稼ぎしようとしないでください。みんなの税金です。余計な支出いい加減にしてください。株持ってたんだったらさっさと捕まってくださいっていう話になるんですよ。本当にもうそれぐらいのこと言わなかったら、昔もこれ言ってます、
ね、またNISA とか始めたでしょ、新 NISA。あれ、本当は昔もあったでしょ。無制限に、270万円までの枠で、ずっと課税がされないっていう。天皇家の人たちで株どれぐらい持ってるんです？みんなの賃金の先払うのが先ですよ、退職金とか。以上です。皆さんの間ご視聴ありがとうございました。だからまあアメリカの方のオリンピックに関してはそういうふうな説明を一般的にテレビで言って、今までの経緯とエネルギーに関してアメリカも航海で掘ってるわけじゃないですか、石油の採掘。それでもう数字ごまかして。だからまあ生活保護者とかそういう人たちに、低所得者の人たちに、オリンピックにかかる費用をしっかり分配して、選手の人たちをもともと採算性がないのに、こんなことでみんなのお金を搾取して、一般人の民間人からこんなことをしてすみませんでしたって謝罪させたらいいんですよ。それができたリーダー国です。だから今のところリーダー国はロシアです。間違いなく。オリンピックに参加しなかったんですから。以上です。